米だ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 一米だ。SKE48 あ間違えた。週刊プレイボーイ SKE48 松村香織の今夜も一米だ。ググだぞ。わー。わーイエーイ。はい、今週はですね、はい、研究生の大脇ありさちゃんからの紹介でチーム S の木崎ゆりあちゃんです。イエーイ、リアピースです。イエーイ。3期3期だよ。そしてゆりあは前、うん、なんか撮ってた時に、うん、無理じゃねって話をしてたけど、誰が撮ってたんだっけ。誰が撮ってたっけ。あれ続きじゃない。続きだ。あ、続きだ。リカチュウよ、リカチュウ。ショートカットにしたばっかのね。そうね、リカチュウ今歌ってみたやってるよ、ググタ。知ってる。それ知らないでしょ。歌ってみた。歌ってみたはやってる。あの有名な歌ってみたを やってて、ちょっと一応アルミちゃんがさっき流してたの。嘘、うん、チョコの奴隷を歌ってみたを。え、それ別にさ、普通に歌えるじゃん、チョコの奴隷公演で。え、でもさ、ソロだから、ね、ちょっと聞いてみたらいいよ。分かった、じゃあ今度聞いてみて。気が向いたら聞いてみて。聞いてみて、聞いてみて。なんか、みんなめっちゃ聞いてたから。何そんな面白いことしてんね。そう、そうだよ、続きだったね、あの時は。そう、ちゃん。で、やっと実現した。やったー。嬉しいですよ、ほんと。忙しいからね、スケジュールがね、もう。たまたまね、ちょっと撮れたから出たい出たいと思ってたんで、ね、ほんと、はい、ありがとう、もう嬉しいです。それでね、早速ですね、この、はい、ハイとイエを使って、うん、あ、それちょっと壊れてんだけど、壊れてね、はい、気をつけて。菅奈々子が折ったから。菅奈々子噛みちぎった。ボンボンって、いや、なんかハイってやったらボキッと折る。そんな元気にやった。そうでね、このですね、質問にハイと家で答えてもらって、はい、後から詳しく聞くんで、うんうん、あの最初ポン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 。そう中華のなし。あ、いいよ、両方で。じゃあ両方で、両方、あれ時間 OK。 ゆるいな、おい。そうちょっとね、ゆるすぎるでしょうね。ちゃん、そう、ソフトウォッチじゃないと。おいおいイエーイイエーイじゃないよ。よし、いいですか？行きます。じゃあ、それさ、大丈夫？大丈夫突っ込まない。全然大丈夫。そう、これ事情聴取だから。なるほどね。そう、クイッてやりたくなるけどね。ダメ次いきますよ。じゃあまず、紅白でも自分の出来は満足しているか。自分の出来？うん、あ、にしとこ。あ、でも言いながら。あ、いいえ。はい、次、街中で声はかけられますか。はい、たまに。2013年になって立てた新しい目標はありますか。はい、ありますよ。正月休みは有意義に過ごすことはできましたか。もちろん。48グループでやってみたい公演はありますか。お、公演、うん、あります。紅白の裏話は何かありますか。紅白の裏話ですか。うん、まあ、後で思いついたら言います。もっと仲良くなりたい後輩はいますか。いますね。今年はどんどんドラマや映画に出たいと思いますか。出たいです。自分の魅力をまだまだ伝えきれていない。そうですね。松村さんの好きなところを3つ以上挙げられますか。言えません。言えません。チョコの奴隷を公演で踊ってみて、はい、今までのシングル曲と違うところなどはありますか。うん、ありますね。去年は充実した1年でしたか。そうですね。おバカと言われていますが、ドラマのセリフ覚えは早い。バカじゃないけど早いのかな。早くもないかも。組閣や兼任の話が発表されたら迷うことなく受け入れることはできますか。それ聞きますか。これ結構みんな聞いてる。そのそれぞれだね。わかんないですね。まあそうだよね。48グループで私が一番だと言えるものはありますか。ないんですよね。公演で顔を覚えてるファンの方を見つけたらあまり見ないようにしている、うん、え、なんでわかんの。わかんない。うん、次、この日のチャイム忘れないのアルバムのミュージックビデオは自分らしさを出していたと思いますか。そうですね。AKB、149分の1恋愛総選挙の裏話はありますか。はい、あります。おう、おバカキャラから抜け出したいと思っている。はい。ちょっと折れそうになったよ。ちょっと気をつけて。桑原瑞希より頭のサイズが大きいのは納得ができない。できない。
同期のメンバーに対して物申したいことはあるか。思い出したら言います。 SK 推しの天才ピースというのは自分で考えましたか。はい、マジスカ3、マジスカ学園3の裏話ありますか。裏話ばっかだ ね、まあ、何でもいいや別にね。次、桑原瑞希さんのファンの知らない心温まる話とかありますか。あります。おS-FORCEの公演をやると決まったらどんなユニットをやってみたいかとかありますか。あります。実は今のキャッチフレーズではないお蔵入りのキャッチフレーズがあるか。そうですね、あるっちゃあるかな。次、ですね、多いね意外と。結構ある、でもね、うん、聞かないと聞かない。あ、そうなんだ。そう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 。3期生でチームを組んでみたいですか。みたいです。そして最後に、今年の抱負などを聞かせてください。え、これ嫌って言ったら。ダメはいはい。でね、そっからちょっと聞きたいものを聞いていきたいと思うんですけど。何ですかね。ですね、紅白で自分の出来は満足しているかということで。はいはい、私これ家だったね。家でしたね。なんでなんで。覚えてるよ、もう。いやなんか、うん、まあ、紅白歌合戦ね、うん、パレオはエメラルド歌ったじゃないですか。はい、歌ったね。あれね、あの、うん、パレオをこっから抜くんですけど、お、そうそうそう、今までね一回もミスったことなかったの、これ見ると。はい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 。だけど私の目の前にみつきちゃんがさ、うん、爆中して、爆中した、ね、ちょうど爆中したところに私いたのね、うん、でさ映ってるじゃん、うん、だからそれでなんかそのみつきがイエーイってやってるからなんか何もなしになってるけど、うん、抜き遅れました。ここぶっちゃけちょっとってこと。そう、あ、抜けなくて、なんだ、なんか奥に入りすぎて抜けなかったんですよね。それが抜けたけど抜けなくって、こっからギリギリ入れたぐらいの、うんうんうん、ちょっと心残りかなっていう。映像見たら気づくかな。いや多分気づかないと思う。気づかないよね、うん、その自分の中のってやつ、自分のあれがね、そうだったんだ。やりきれない部分があるけども。いやでもさ、本番練習とかリハーサルでもさミスなのに、なんで本番あるんだろうね、そういうことって。そうなんですよね。公演でもさ、私もあるんだけどさ、なんでだろうって思うのって、うん、なんでここってなるよね。そう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 、さっき何回もやった時別にできたじゃんみたいな。なんで本番になるの。悔やみきれないよね、もうなんか、まあね、うん、あとはユリアは、うん、あ、でもパレオだっけ。あれ、サンズ、あれ、サンズグッドは歌ってましたよ、AKB さんと。そう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 、みんなで歌ったよね。それは真夏のサンズグッドは、はできたかな。でも多分見つけられなかったと思う、うん、人が多すぎてさ。でも壇上目立ったなって、私そうそうそう、あの録画してたの見たら、私壇上、壇上じゃなかったからさ。平場どこにいたの。平場の板野さんの後ろにいました。板野さんの、うん、3列後ろにいました。ああ、そうそうそう、そうなんだ、うん、平場はね人が多すぎてヤバかったね。ごちゃごちゃしてたよね、うん、結構手がね回せなかったです。この辺回せなかったです。あ、あれね、ここね、すきだたったこの辺ちょっとちっちゃくあれ、ここはねきついよね。きついですね。でも皆さんが思ってる以上に結構きつきつ。そうなんですよ、なんでるよね、人数の女の子はね、うん、去年より多いのかな。多いでしょう。去年も結構きつくなかった。きつかったね、去年。去年もきつかったよね。でもやっぱ SK だけでやってもさ、そう、あの広さじゃん。うん、それがすごいよね、思った。それはなんかね、でも嬉しかった、その SK だけで紅白っていうのはやっぱ一味違ったね。一味ね。ラインダンスはどうでしたか。ラインダンスはね、うん、まあすごいいろいろあったけどまあね、これ裏話も含めてね、あったじゃん、ね、さっきね、紅白の裏話、ね、やっぱさっきも言ったけど、女の子があんだけ集まってて、うん、みんな本気で紅白を楽しもうっていう気持ちでやってるから、うん、もうなんかそこはぶつかるのは正直もしょうがないことだと思うし、うん、それを分かった上で私もぶつかったから、うん、なんかそれでよかったのかなって感じはする、うん、そう、うん、みんな言いたいこと言って言った、ね、最終的に紅白の、うん、その舞台ではいい結果を残したのかな、うん、だから残したんですよ、うん、ライメージも上がったしね、綺麗にやれたから、うん、まあ、それがあってこそ の、うん、その成功かなって感じはするよね、うん、なんかさ、うん、あんだけの人数でさ話し合いしたのも久しぶりっていうか初めてじゃない。
という話し合いしましたからね。そうしたんですよ。すごかったね。なんかこれからもっとやんなきゃねみたいないう前向きな話し合いをしたんですよ、その中で。やっぱ話し合いは大切ですね。ね、しないとね。なんかやっぱりなんだろう、なんかさ、うん、このりかこさんがいなくなってからさ、はい、こういうさ大勢でじゃあ動くとかって初めてじゃん、うんうんうん、ちゃんとしたやつって。そう、ね、だからなんかね、どれだけ偉大だったかってのもそう私はすごい思った、うん、でもなんかでもそれもさ、うん、もういないのはしょうがないんだから、そうそうそう、乗り越えなきゃいけないんだよね、みんなでねやってかなきゃいけないんだろうけど、うん、だから誰が代わりにっていう話じゃなくてみんなで、ね、みんなでだよね、うん、だから今回とか本当誰がっていうよりはみんなそれぞれがって感じだったよ ね、うん、ね、そうそうそう、焦ることはないさね、いろいろあったんですよ、察してください。めっちゃまとめた。次がですね、はい、2013年になって立てた新しい目標がある。はい、何ですか。はい、を挙げてたけど、うん、まあ、ブログにも書かせてもらったんですけど、はいはいはい、2012年は、うん、なんだかんだ言ってちょっとなんか自分を、うん、その自分で理解できないことがすごく多くて、おうおう、だからなんか、まあ、人それぞれやっぱ悩んだりするじゃないですか、うんうんうん、その悩んだ時とかになんか自分はなんで悩んでるんだろうって、その悩んでる答えが見つからないんですよ。根本的に何に悩んでるかも分かんないし、はいはいはい、何に泣いてるのかも分かんないから、うん、なんかもう何考えてんの自分みたいな感じになっちゃって、うん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 、2012年が終わったのね。ああそうなんだ。だから2013年は、うん、その誰よりも自分を理解して、うんうん、もうなんかワンステップ上に行かなきゃなっていう、そのあ一つね、はい、はあと女子力上げたいね。なんでそれは十分あるじゃん。ないですよ。なんでなんで、なんか、うん、なんだろう、え、誰を見て思ったのそういうのとか、ちょっとやんなきゃなとか、誰を見てなんか感じたのそれ、それともただ単に自分の中で思っただけ、うん、ただ単に。でもなんか最近雑誌とかよく読むのね、うんうんうん、その雑誌とか見てるとさ、やっぱなんかさ、綺麗だなとか可愛いなとかさ、まあね、なんかすごいな、同世代のね、違う、そうそうそう、ジャンルっていうかね、アイドルではない子たちだからね、雑誌とかは。そうなんですよね、うん、女子力上げたいっていうのが一番ですね。十分あるけどね。ありがとうございます。こんなんつけてますけどね。この人もですけど。ユリアはこんなのつけないからね。あんまつけないですからね。それこそマジカルラジオとかそういう時じゃない。確かに、ね、こういうのってね、チュリさんとかよくつけてるね。そうだよね、はい、そうそう。でね、それと一緒になんか充実しましたかっていう質問をしたじゃん、うん、うんうんうん。その充実したっていう部分ではどうなの、その総括として。そうそうそう、12年でもそういう部分もあったけど、うん、なんかやっぱり2012年は、うん、なんかやっと演技を、うん、もう始まってから最後までずっと演技やらせてもらってて、2012年ってだからなんかそれで考えると、何で始まったの、始まったの何だっけな、2012年か、うん、2011年の終わりぐらいにギャルバサラを、はいはいはい、あ、あったね、おぎちゃんとね、うん、その後に、まあ、順番バラバラかもしれないですけど、うんうん、いいよいいよ、マジカルラジオもやって、うん、で、あの学校の会談、あ、そうだ、やってたね、あった。で、マジスカ、うん、がやってっていう、そのずっとやらせてもらってて、うん、なんかやっぱやっと2012年の間に、うん、まあ、今まで決めてなかったんですよ、将来何になりたいかっていうのが。あ、そうなんだ。2011年までは、うん、なんかもうやりたいことが多すぎて、うんうんうん、モデルさんもやりたいし、声優さんもやりたいしってすごい多かったんですけど、実際演技やってみて、うん、なんか演技の良さに気づいて、おお、なんかやっと2012年に女優さんになりたいなって決まって、うん、